娘のキャバナリー・ハンペルとギュンター・ハンペル。ギュンター・ハンペルは、ドイツのジャズビブラフォン、クラリネット、サックス、フルート、ピアノ奏者、作曲家。ドイツゲッティンゲン生まれ。アルバム、ザイズ・オブ・ジュライ1969では、ミュージシャン仲間のアンソニー・ブラクストン、ビレム・ブロイカー、ジーン・リーと共演した。今は亡きジーン・リーは、ギュンター・ハンペルの妻だった。 ハンペルは1960年代、フリージャズに専念し、レーベル、バースレコードを設立。ジョン・マクラフリン、ローリー・アラン、ウドリンデンベルク、ピエール・クルボは、ペリー・ロビンソン等の様々なアーティストと数年にわたり、様々な仕事を共にした。1963年には、アレクサンダー・フォン・シュリッペンバッハ、マンフレート・ショーフラ・トカルテットを結成した。また、 ドンチェリーとも共演している。1970年代にはギャラクシードリームバンドを結成した。ありがとうございます。